それではよろしくお願いいたします。大きな拍手をお願いいたします。皆様こんにちは。大西学園中高等学校吹奏楽部です。本日は愛いっぱい夢いっぱいに演奏いたしますので、どうぞ最後までお楽しみください。突然ですが、皆様は加山雄三さんはお好きですか？ありがとうございます。まずはじめに、皆さんも私も好きな加山雄三さんのメドレーをお送りします。指揮は顧問の吉川雄二先生です。それではどうぞお聴きください。そして雰囲気をガラリと変わるスローなジャズのスタンダードナンバー「スターダスト」を本日はアルトサクソフォンのソロでお送りします。それではどうぞお聴きください。
部長より一言ご挨拶いたします。皆様こんにちは。部長の坂本あかりと申します。本日はここ中原市民館におきまして、社会を明るくする運動中原区大会が盛大に開催されましたことを心よりお祝い申し上げます。この度このような素晴らしい大会に参加させていただくことになりまして、部員一同今日の演奏のために精一杯取り組んでまいりました。私たちの部は戦前に女子だけのスクールバンドとして神奈川県では最も早くに創部されました。男女共学となった以降も以前と変わることなく人間性の向上を目指して、また伝統を受け継ぐように日々熱心に練習に励んでおります。さて今回参加させていただくにあたりまして、私はこの社会を明るくする運動の趣旨やそれが全国規模で行われていることを認識させていただくことができました。今月は強化月間ということを伺いました。ですが本日参加されていらっしゃる皆様方は毎月が強化月間という情熱を持ってこの運動に真剣に取り組まれていらっしゃることと拝察申し上げます。謹んで敬意を表します。この大会を機に皆様方のご活躍が多方面にわたり明るい社会の創造にますます反映されますことを心よりお祈り申し上げます。最後になりましたが、本日私たちにこのような素晴らしい演奏の場を与えてくださいました本大会推進委員会の皆様方、町内会連絡協議会の皆様方、保護司会の皆様方、中原区役所地域ケア推進課の皆様方、そして多くの関係団体の皆様方に深く御礼申し上げご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。次はスイングジャズを2曲続けてお送りします。メイクハーマインとシングシングシングです。どうぞお聴きください。
姫が歌いますので、皆様もお手持ちの歌詞カードを見てぜひご唱和ください。皆さんご存知ではないかもしれませんが、踊るポンポコリを演奏します。アンコールまでね、演奏していただきました大西学園中学高等学校
校吹奏楽部の皆さんに今一度新年の拍手をお願いいたします。それではここで花束の贈呈をさせていただきたいと思います。中原区厚生保護女性会の関幸子会長より渡されます。先生、お願いいたします。ありがとうございました。お願いしたいと存じます。はい、皆様お疲れ様でした。ただいまご紹介いただきました、社会を明るくする運動中原推進委員会副委員長を務めさせていただいております原でございます。本日は本当に急に暑くなった中、このようにたくさんの人がご利用されまして本当にありがとうございました。前段大会宣言にございましたら、犯罪や事故が生まれるのは地域社会であり、また罪を犯した人や非行をした少年の更生を促す場も地域社会とはならないと思います。まさにその通りであると思いますが、私は中原区町内会連絡協議会の会長という立場で、この社会を明るくする運動に関わっておりますが、地域に住む人同士が助け合い、手を携え、心通う、安心して暮らせる街づくり、作っていきたいという思いを改めて強くいたしました次第でございます。今日、中原警察署の講話では、特殊詐欺に関する話がありましたが、お互いに声をかけ合って、騙されないようということが大切であると同時に、若年層が詐欺グループに込まれているという話を聞いて、日頃から声をかけたり相談に乗ったりすることのできる身近な大人にいれば違う道にあったかもしれない、と私は感じました。そして中学生の皆さん、力作の標語、大西学園の吹奏楽部の皆さん、素晴らしい演奏を聴き、中原区もふるさとに育つ世時代を担う子どもたちの明るい未来、健やかに育ち、温かくまた力強く見守り支えることのできる地域社会でありたいと思いました。中原区では現在、武蔵小杉周辺地域を中心に高層マンションが次々に建設され、人口が増えるとともに町の様相も大きく変化しています。ですが、地域の絆を大切に明るく住み寄り地域を作っていく取り組みはこれまでと変わらず、皆様と共に着実に歩みを進めてまいりたいと思います。どうぞご協力よろしくお願いいたします。簡単ではありますが、閉会のご挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。これをもちまして第69回社会を明るくする運動中原区大会を閉会とさせていただきます。大西学園中学高等学校吹奏楽部の皆様、ずっと最後まで
回の大西学園中学高等学校吹奏楽部の皆さんにもご退場いただきまして、会場の皆様にもお帰りのお支度をしていただきたいと思います。どうぞお忘れ物のないようにお帰りください。